さあやってきました、 USA、 あ USS だった。今日は USS 東京車のオークションの会場に来ております。はい、こちらで今日これからボンドの商品車の仕入れの裏側をお届けしたいと思います。で当然オークション会場撮影禁止なんで、ちょっと音声と、まあ、あと差し込みの絵一部になると思うんですけども、そんな感じでどのようにして車が仕入れられてるのか、あとはなんか今回出品する車もあるんで、どのように出品されてるのか、その辺をちょっとお届けしたいと思います。 あとボンド基準、前回お話ししたボンド基準、この辺に出しておきます。はい、それがどのように現場で車を見て仕入れてるのか、その辺をちょっとお届けしたいと思います。行ってまいります。業務に支障が出るんで名前は出せないんですけど、仕入れ担当してる T さん、はい、にちょっと今回同行して車を見て回りたいと思います。でボンドグループ今回、東京会場で毎週木曜日にオークションが行われてて、1週間とか毎週3万台、売り買いが行われているそうです。で、まあ、出品されている車は本当に商用車から高級車、普通の乗用車、まあ、さっき救急車なんてもありましたけど、いろんな車が出てきます。でその中からボンドグループで、まあ、商品車として、まあ、並べられそうな車が19台ピックアップできたってことなんで、その19台をちょっとチェック、もう済みなんで、ちょっとその中でちょっと見どころのあるやつをこれから、ちょっと T さんに少し解説してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。でこれ何見に行きましょう。まずは G6000 行きましょう。でも元々ゴルフ場だったところみたいです。会場はもう果ててない車がの数が、ロールスロイスが3台並んでたりとか、あとはなんかめちゃくちゃ古い車があったりだとか、意外にあんな古い車も売り買いされてるんですね。わあかっこいい、このアストン。これ買ったんだよ。でも今日反射しないよ。でもこれ名古屋店に並ぶから。え、これはこれ買った車？はい、買いました。あ、そうなんだ。だからこれはもう何も文句なしにいい車。じゃあこれ一周だけ行きましょうか。はい、これじゃあピックアップした1台行きましょう。買えたが 1台がここにあったみたいなんで、わあこれすごい。はい、ポルシェ991.2GTS。 はい、これはもうバッチリだった。バッチリです。どこもぶつかってない。ぶつかってないです、はい、何よりオプションがすごい。あ、そうなんだ。はい、出品表もある程度書いてあったんですけど、うん、実際に現車見てみると、うん、まあ、もっとついてて、まあ、もちろんレザーインテリアだったりとか、あ、はい、記入漏れがやっぱりあったりとかあります。わー、5点の A です。はい、もう何も文句はなく、なるほど。カーボンブレーキの状態もいいし、タイヤの状態もいいし、多分すごく大切に乗ったんじゃないですか、前のオーナーさんが。なるほど、はい、あ、そういうのも車見ればこうなんか手入れの仕方とかで、ね、タイヤとかブレーキとか見ると乗り方も分かっちゃうと。分かります。ただポルシェはすごく見るのが難しくて、うん、結構フロント周りがぶっついてたり、お尻がぶっついてるする車が結構多いんですけど、結構ごっそり前から交換しちゃうケースもあるんです。もう前は前、真ん中真ん中でパーツが出ちゃうんで、だ結構慎重に見ないと。あ、そうなんだ。大変な車です。だから素人が見ても分かんない、はい、すごい。その辺はちゃんと徹底として見てるんで。じゃあこれはもう T さんお墨付きの、これはいいですね、グッドコンディションということで、はい、はい、ぜひこれは名古屋に置きます。あ、そうなんだ、はいはい、気になる方は名古屋店をチェックしてみてください。じゃあ続いて T さんがちょっとツッチーちょっとこれ見てよっていう録さんを見に行きます。お願いします。はい、最後の最後までいろいろ見たんですけど、はい、なんでこんなとこ修理してんのか全然分かんなくて。あ、それ修理したんだ。そうなんですよ。車が G63? G63、 はい、前買ったの未だにやっぱ人気なんで、はい、うちも。あ、一つ前のお記念で、はい、はい、一生懸命仕入れしてるんですけど、やっぱなんせいろいろトラブルが多い車なんですよ。もともとちょっと作りがあんまりジープなんでよくないんですけど。なるほどなるほど。とゲレンデが3台並んでおります。これのうちのどれかでしょうか。わ、かっこいい。まあ、車の外観ちょっと詳しくは説明しません。はい、え、全然ピカピカじゃない。全然超ピカピカです。そして5点の A、車両の評価が一応6点満点、6が新車で5点がもう新車並みで4321っていう感じです。で内装が ABC なんでもう満点ですね。で外装の傷もほぼない。天井に、あ、フロントガラスと天井にちょんちょんってあるぐらい。
それがこれ T さんダメだったっていう。そうなんです。色もすごくいいし、はい、内容もいいんですけど、はい、ちょっとこちらの左のリアクォーターを見ると半分から上だけが板金してるんですよ。全然わかりませんまあちょっとその肌の質感も違うし、塗装、まあ、塗装するとやっぱマスキングテープとかで、まあ、区切るんですけど、その境目の跡が見えたりとか。全然わかりません。ただ通常だと、まあ、こういうこと。そうですそうです。ゴミが入ってるとか。そうです。まあもともとちょっと作りが悪いんですけどゲレンデって。でもやっぱちょっとこの車の場合はひどすぎる。そう言われると、確かにこの塗装に段差が。そうなんです。ただ通常ボンドボディとかで仮にクォーター傷つけちゃった場合は多分全部塗り直すんですけど、はい、この車はここだけ部分板金でぼかしてるんです。半分から上だけ塗ってある。そうなんです。ちょっとどうしてこんなことをしたのかわからないんで、やっぱ、はい、なんて言うんでしょう、どこで修理したかわからないと1年後2年後、はい、塗装がそこの部分だけやれてきたりとかするとやっぱりボンドで買ったのになんだこれって言われちゃったあれなんで、やっぱこういうのも事前にもちろん事故車とかじゃないんですけど、うん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 、やめとこうっていう判断にいつもしてます、うん、板金歴というか、まあ、パネル交換したりとかそういうことしてるわけじゃないけど、はい、ボンドの基準としてはちょっと満たしてないと。そうですね、はい、やっぱこの場だと全部見切れないんで、いざやっぱ持って帰ってよく見てみたらあれっていうことがあると。なるほど。問題なんで結構厳選しちゃいますよ。じゃあやっぱり評価表だけだと見落としもあるし個人の主観も入っちゃうんで、はい、まあ、現場でこうやって1台ずつ見てお客様に本当にお勧めできる車なんかどうか、はい、判断して仕入れてるってことですね。そうです。はあ、なるほど。なかなかしっかり見てます。いやこれはね素人見てもわからないそうでしょうね、うん、全くわからない、はい、まあそう言われれば確かに、はい、これゴミクリアのところゴミが1個入ってるかなっていう、はい、あとは肌目ですね。あ確かにちょっと離れてこうやって見るとちょっとこの塗装のゆらゆらゆらってしてる感じが隣のパネルとちょっと違うかなっていう。はい。ただ僕レベルじゃ全然確信は持てないです。まあ少なからず何かがあって作業をして、はい、まあ、修理してるっていうのは間違いないと思いますよ。ちょっと場所的にもなんでここを修理したのかっていう。普通車って何かあればもうちょっと下の方が当たる可能性が高いのに、なんでその上なんだろうな。なんか物とか車とかにぶつかれば出っ張ってるところとかもうちょっと下が当たりやすいのに、はい、なぜこの上をぶつけたのかっていう。そうですね。はい。ちょっと説明もあんまりつかないんで。そうです。まあ怪しいものはやめとこうと。やめましょう。なるほど、はい、高い買い物ですからね。はい、はい、いやーすごい。なんかでも本当にそのままボンドに並んでたらすぐ売れちゃいそうな本当ですね。もう車もピカピカだし珍しい色だし、はい、63だしなんかすごく良さそうなんですけど、あの T さん曰くちょっとそうです、うん、っていう。はい、はい、ちなみにあのベンツも多分リアドア板金してますよ。え？どういうこと？完全に今スルーした。横から透かしてみると S クラスなみ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 してるんですよ。ここも全部板金してます。全然わかんない。で一回これが見えるようになっちゃうとやっぱ分かっちゃうって。全然わかんない。はい。わかる？ここ一番広いです。あ、そこは塗ってんのは俺でもわかる。なんか。そうなんです。右のリアドアからクォーターにかけて。え、ドアわかんないよ。でもクォーターは確かになんかもう肌が全然ザラザラしてる。これ、はあ、全然わかりません僕には。だよね、やっぱり思ったけどね、本当にねこれ豊洲本当にね車とね魚で違いがあれどやっぱりねやってることはねこう仲買人の目利きの人と一緒。うん、新鮮な魚を仕入れるのか本当にこうコンディションのいい車を仕入れるのか、やっぱりこれ素人じゃ無理です。で T さんはこの車の仕入れ目利き歴どのくらいでしたっけ？8年ぐらいですかね。8年間、はい、雨の日も雪の日も、はい、今日ちなみに結構晴れてるんですけど、はいはい、天候構わずあのオークションが開催されるんで。そうですね、パンツの中でびしょびしょになりますからね、はいはい、そんな中車をもう本当に何万台と見続けてきた結果事故車が分かってしまうという。そうですね。でさっきおまけで聞いたらなんか塗膜の厚みを測る機械もあるんですけど、まあ、要はその修理してると加修してると塗膜の厚みが変わるんで
まあ、塗膜の厚みを測る機械もあるんですけど、 T さんはそれ使わないと。使わないです、はい、あんなのは素人が使う機械だ。見れば分かります、はいはい、T さん級になると、はい、もう見れば分かるそうです。そうですね、もう向こうが言ってきますから、はい、板金してるよ。もちろんその買い取りの時に、はい、まあ、時短とか、あとは最終確認のためにそういったものを使う時もあるらしいんですけど、基本的にはもう使わないで、もう全部見れば分かるそうです。大丈夫です。でこれもさっきおまけで話聞いたのは、なんかパネルの色が違うと、まあ、新車の時のパネルの色と、交換時のパネルの色、電着塗装でなんか裏側が黒くなってるとかなってないとか。そうなんです。要は新車時からついてる、例えばボンネット、フェンダー、ドア、クォーターパネルとかっていうのは、うん、まあ、通常その裏の素地の色が、うんうん、後から出荷したものと違うんです。なるほど。で簡単に言うと、後から出荷したパーツに関しては電着塗装っていう塗装をしてて、錆びないように。そうです、まあ、保管の時に錆びなかったり、うんうんうん、あとは保管してる傷がついた時にすぐに分かるように。なるほどな。多分電着塗装してるんですけど、新車時はそういう塗装してないんで、まあ、ドアの内側見たりフェンダーの内側見たりすれば、まあ、その違いで交換してるか否かが分かる。ただそれもメーカーによって違うから。そうなんです。膨大なそのメーカーの違いを覚えておかないと。データベースを。そうです、そうです。だからランボルギーニとかマクラーレンとかそういう車は電着塗装してないんで。なるほど。そういう車の判断は非常に難しいです。なるほど、なるほど、はい。あとは左右で見比べるっていう手もあるけど、左右交換してあるパターンもあるから。はい、あります。だその辺本当に覚えておかないと役に立たない。そうです。だから一応全車種、はい、ベンツはベンツ、BM は BM っていう肌目から全部覚えてます。はい、病気です。はい、ありがとうございます。はい年代でも違います。ここ数年は塗装が全部ひどいです。あ、そうなんだ。はい、ゴミ物の量が多くなったり、まあ、コストダウンとかの関係でしょうけど、ゴミ物の量が多いのと、あとは本来だったらもうちょっと奥まで塗装してもいいのに、やっぱ塗料のコストダウンなのか分かんないですけど、まあ、国産車なんかもろボンネットの裏乗って塗ってませんとか多い。塗ってないです。塗ってないです。はい、まあ、そういうのが押収車とかでもたまに見られると、はい、そうですね。だからもう台数こなさないとこの辺は。あ、じゃあそれがコストカットで塗ってないのか、はい、修復の手抜きで塗ってないのか、はい、もう全部覚えておかないと。そうなんです、はい、役に立たないと、はいはい、そうです。で今ちょっと査定というか、はい、判断が難しいという某イタリア車の前に来ました。はい、はいはい、でこれはフェラーリは難しいと。難しいです、はい、もともと作りが雑すぎる。まあ、雑っていうか手作りだから、はい、やっぱりそのバラバラコンディションも、はいはい、あとはその骨格が何も見えない。あ、はい、カバーが全部ついちゃってる。下回りも見えないし、だこの車の骨格がどういう骨格なのかっていうのもともと知ってないとどこ見たいのかが分かんないと思います。なるほど。見える範囲で見えて大丈夫で OK っていうのもそういうわけにいかないんで、はい、だからいろいろなポイントがありますね。なるほど。そしてなんかその、はい、新車の補修がある場合があるからすごく多いです。ちょっとその辺も難しいと。そうです。イタリア車、イギリス車、特にやっぱ新車時板金、日本に来る前に、まあ、要は日本人って細かいね、チリが合ってねとか、うんうんうん、塗装が合ってないとか、うんうん、なので日本に来る前に補修してる車は結構多いんですけど、まあ、特にイタリア車、イギリス車は10台に1台以上じゃないですか。半分ぐらいやってるようなイメージだと思いますけどね。なるほど、はい、で今回ちょっとこれはピックアップしたけど買ったんだっけ。これは入札して買えなかったです。あ、これは買えなかった。そうです。まあちょっとこの車もレアな車なんで、まあちょっと 100点じゃなかったんですけど、まあなんとかギリギリボンド基準に合わせられるかなという車だったんですが、はい、一応右のリアクォーターこちら板金してましたね。ああ、はい、全く分かりません。はい、はい、まあ塗装が荒い。ああ、はい、もともと荒いんですけど、荒さのベクトルが違う感じですね。あ、なるほど、はい、ちょっとドアとかその辺のパーツとちょっと違うかなっていう。そうです。これも僕素人では分かりません、はい、まあ、交換の有無はないと思いますから、はい、大きな事故とかじゃなくて多分傷がついて直した程度だと思うんですけ ど, どやっぱこの辺になるとオリジナル塗装、やっぱこの辺やっぱ評価高くなりますから、やっぱオリジナルか否かでやっぱ値段も変わってくると思います。あ、なるほど、はい。当然その買い付けの金額にも影響してくる。ちゃんと値段下げないとやっぱり直したらちょっとこう入れてもこのぐらいまでの値段だなとかって。そうですね、そうですね。なるほど、はい。そして T さん気になるポイントとしてはこのラッピングの跡がさっき聞いたんですけどちょっと隙間に残ってると。あ、そう、ちょっと雑ですね。ラッピングの跡というかラッピング自体が残ってると、はい、ちょっと雑ですね。ちょっと扱いも雑だったんじゃないかっていう、はい、まあ、あとタイヤ。あ、タイヤ、まあ車だからフェラーリだからしょうがないんですけど、はい、ちょっと熱がかなり入ってるんで、まあ、かなりスポーツ走行したのかなと。確かに、しかもフロントタイヤが結構サイドウォール近いところが
そうですね、熱が入った感じが、はい、なるほど。でもやっぱりその辺の消耗品も、まあ、見ますね。タイヤ、ブレーキ、はい、ブレーキパッド、はい、そうですね、はい。まあ、基本的に弊社で扱ってる車サーキット走行車両はやらないですけど、販売しないですけど、まあ、この程度であれば正直サーキットで走ったっていうよりもちょっとスポーツ走行したのかなっていうぐらい、まあ、明らかにもガンガンサーキット走ってますねっていう車は取り扱わないと、はい、まあ、あとはそのカーボンブレーキローター、はい、こちらのコンディションがいいんで、まあ、そういうことはしてないかなっていうような判断ですね、はい。それも極端に今申し上げると、はい、当然その部品の単価もものすごく高い、多分300万ぐらいするんじゃないですか。ですよね、はいはい。その辺のやっぱり次乗っていただくお客様のことも考えて、はい、まあ、そういった消耗品のチェックも欠かさないと。そうですね、やっぱ単価しちゃったらもう使い物にならないのがカーボンローターなんで。なるほど、この辺はシビアに見ていきますね。なるほど、はい。で今回はこれを入札したけど残念ながら買えなかったと。ちょっとこれは買えなかったです、はいはい。T さんですね、さっきからあの LED のライト、はいはい、昼間日も出てて車もめちゃくちゃ見えるんですけど、はい、LED のライトを使ってます、はいはい。これはより塗装を見るために、そうなんです、はい、あのこだわってて、はい、あのやっぱ LED の色にもこだわってて、こちらの色も僕が一応オーダーで作ったライトなんですけど、はい、ライトはその LED をオーダーで。そうなんです、そうなんです。結局その細かいところも見るときにやっぱライトの色がついてると見えづらかったりとかするんで、やっぱ限りなく白に近いライトを使ってます。なるほど、はい。じゃあ特注でその素子を交換して。そうです、特注で作ってます。明るい LED ライトを持ち歩いてます。はい、はい、そしてそれも万が一の時に車を傷つけないようになんかふさふさのテープがぐるぐる巻きにされて養生してます。はい、はい、それが秘密兵器なわけですね。そうです、これありきですね。で T さんの経験と眼力を持ってその LED ライトを駆使すればそうですね、大体わかりますね、はい。すごい。というわけで一部ではあるんですけれども、ちょっとあの T さんの仕入れ下見のに同行をちょっとしてみました。はいはい。でボンドグループ基本的には店頭で並べてる車ちょっと、まあ、高額車両が正直多いんですけれども、ご予算だったりだとか仕様を言っていただいて車両を探すってことはできます。はい、基本的に例えば300万円で T さんの目にかなう C クラス買ってきてよとかっていうのがあれば、はいはい、もちろんです。オーダー車としてそういったものを仕入れることもできます。はい、まあ、当然そのボンド基準とは別になってくるんですけども、おっしゃっていただいた予算だったりだとか装備だったりだとかコンディションの中で限られた条件の中でベストなものを探してくるってこともできますんで、はい、まあ、ちょっと場合によっては時間がかかってしまうことも当然あるかと思うんですけれども、はいはい、そういったこともできますんでお気軽に、はい、喜んで目利きの T さんが、はい、探してきますんで、はい、ぜひそういったオーダーもお待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。はい、これ東京すごいね。すごい台数ですよ。3万台だよ、3万台、はい。でなんか最近だと海外からの買い付けもめちゃくちゃ多くて、はいはい、会場内外人さんが外国人の方が至るところに本当に3分の1ぐらい外国人じゃないかな。3分の1ぐらいは。そうですね、日本の車程度がいいですからね。車検もあるし。あ、なるほど、なるほど、はい、整備されてるし。そうです、そうです。いや、この屋根の下にはスーパーカーマクラーレンが 2台、ブラカンと GTR と、これニスモだ。ベンテイガーがあったりだとか、はい、あれディアブロじゃん。ディアブロありますよ。わ、もうこうスーパーカー高級車ゾーンはもうなんか囲われております。ウルスが2台。ここはもう下見不可ゾーン、下見ができないんです、ね。あ、できないんだ。できないです。え、なんで。いや、もう値段が高すぎて変なことされちゃうと問題になっちゃうから。ああ、そういうこと。もうあのオークション会場 その出品を信じてくださいと。もう触らせないと。そうです、そうです。そういうことだ。まあ、はい、確かにその下見でいろいろ触ったりとか、はい、エンジンかけたりとか、はい、いろいろ開けたり、まあ、場合によってはそのパネルの隙間をこう覗いたりとか、はい、まあ、そういうことすると傷がつく可能性もあるし、はい、何歳か分かんないから。超高額車両に関してはもう檻の中です。はい、基本も買わないですよ、そうなったら。あー、はい、これは見れない車買わないと、はい、見れないと買わないですねいや、オークション会場が大丈夫だから大丈夫ですなんて言えないですもん。あー、なるほど、はい。まあ、一番はあとはそのオークションのその評価はされるけど、はい、その責任がついて回らないからね。そうですね、例えばその評価点で5点の車で信じて買ってきて事故車だったって言っても、まあ、面倒見てくれる人がいないと。そうです、はい、なんで最終的にはこう T さんとか、はい、そういった、まあ、仕入れを担当している人の経験と、はい、知識が生きてくるっていう。これはね、豊洲やっぱりね、最終的にこれ結論、豊洲です。結構ハマってますね、その言葉。はいはい、いや、もうこれ魚か車の違いかでやってること一緒だなっていう仲買いに、うん、仲買いに
これ素人が手出しちゃいけない。素人はちゃんとスーパーとか、はい、料理されたのをそうですね、お店で買ったり食べたりしましょう。はい、はい、いやすごい、グレーな車が多いですからね本当に。でもやっぱりこういうところで買い付けるんでもちょっとうちの買い付け方は異常だと。よく言われます。どんだけ見るんだよと、はい、よく言われます。同業者に言われるそうです。はい、はい、車の中とか潜ってると何やってんのって言われますからね。まあでも扱ってる車も高額だし、やっぱりお客様にしっかりした車乗っていただきたいっていうのから、はい、そういう行動、はい、につながってると、はい、いい会社ですよ。これからなんか1台 RS6 が買えたみたいなんで、はい、それは持って帰ります。はい、まあ、店頭に並ぶ車なんで、はいはい、一緒に紹介させていただきたいと思います。はい、T さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで万引き G メンみたいな、あとはなんだぼったくりバー潜入みたいな多分絵になったと思いますけれども、USS の中に潜入するっていう、はい、風の動画を撮ってみました。はい、信じるか信じないかはあなた次第。一応今回19台ピックアップして、9台はボンド基準にかなったと。で9台入札して変えたのが結局2台で、うちの1台がアウディ、これ2台です。はい、でちょっと意外や意外汚いけどこんなのは、まあ、クリーニングすれば大丈夫です。大丈夫だと。はい、はい、でまあその他の期間、はい、まあ、あと修復歴がないやんっていう、まあ、その辺のボンド基準全部満たしたっていうことで今回この車を仕入れたみたいです。はい、でタイヤも結構バリ山だし、はい、まあ、その辺の消耗品の状態もはい、ブレーキパッドロータータイヤも19年に交換してるみたいなんで、はい、はい、まだやりますし、塗装も全部オリジナル塗装。なるほど。板金歴なし。はい、はい、じゃあこれからパリッと仕上げて、はい、まあ、店頭に並ぶ感じですね。そうですね。はい、というわけでこんな車を買ってくるっていうそんな動画でございました。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。